広島県南東部に位置する歴史と文化が香る町、福山市。瀬戸内海沿岸の年間を通じて安定した天気と湿度、日照量の多い温暖な気候がブドウ栽培に適しています。この土地で育ったブドウを提供しているのが広島県果実農業協同組合連合会です。基盤整備により農園は日当たりの良い南西向き関係斜園となっています。土作りに始まり、市場管理から出荷まで、あらゆる面で省力化と経路動化が進み、均一な品質のブドウが育てられています。この農園で育てられている広島生まれのシャインマスカット、爽やかでジューシーな大粒の実、贅沢な甘さが人気の品種です。皮ごと食べられ、パリッとした食感も楽しめます。我々の産地は500グラムから600グラムで、糖度が乗りやすいサイズ感で作るように指導をしております。組合に沿った基準によって箱詰めをされ、外部の検査員によって厳しい基準を設けております。安心安全なブドウを心がけ、切磋琢磨していいブドウを作れるように努力しております。広島県果実農業協同組合連合会のシャインマスカットは今年も最高の実りです。だから日本の果物は美味しい。